どうも、社会人になっても奇跡の気持ちやみかこじょうかこでです。今日もね、少女週末旅行の日記を、読んでいきます。まあね、3番はちょっと YouTube 的にあれなんで、ちょっと4からいきます。すごい吹雪だね。宿りできる場所が あってよかったね。うん、そうだね。私たちは建物に入り、入り口を雪で固めた。保温のために役立つ。有機物の破砕があったのは辛いだった。あ、燃料追加して。へいへい。へいは一回だ。へい。じいちゃんはいいよね。めんどくさい。どくさいことは私に任せて。頭が足りないやつは体を動かす。お前6人よ。読み書きもできないだろう。それ何書いてるんだっけ。日記というか日誌というか、前にも説明したろ。そうだっけ。お前みたいなやつこそこういう記録が必要なんだよ。記憶は薄れるから記憶しておくんだよ。記憶なんて生きる邪魔だぜ。ご飯食べたかどうって、あ、くらいは覚えといてよ。あれ、今日ご飯食べたっけ。食べたって。本ってのはすごいんだよ。何千年も前に古代人が発明して以来、ずっと人類は本に記憶していたんだ。昔のことを知ることができるのは本のおかげしね。じいちゃんは昔から本が好きだったもんね。ほとんど燃えちゃったんだけどね。今も持っているのは数々の日記を防げば1,2,3,4冊か。見せて。はい。世界中探しても、もうどんだけ残ってるか。なるほど。あ、火弱くなってる。燃料追加して。はい。
じるものもなくなってきたな。ないの。カッパ。本が大事って大事って話したよな、さっき。ごめん、それはあんまり聞いてなかった。聞けよ。悪かったって、バカ、クズ、ゴミ。はい、はいじゃないが、もういい、寝る。パチッパチだー、積もったな。つっぽどう、いけそう、なんとか。ねえ、まだ怒っている？別に、早く乗りなよ。本はなくてもまあこの日記があるし、よいしょ。日記も書きれていけば本のようなもの。なんだこれ。おい、ゆう、何か落書きしたろ。はて、勝手に落書きするなよ。なんて書いてあるんだこれ。ちいちゃんの顔だよ。私はこんな顔じゃない。だって寝顔だもん。あと字間違えてるぞ。え？もっと落書きしたいな。紙もったいないからダメ。はい、今日はこの辺です。